それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1! いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃない。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分だ。後ろにいた方が相手をじっくり見てるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚家だから。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。お道塾にだって勝ってるんだって。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが転送されてる。お横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやった京都8200がパワーアップしている。マスコンワークが何倍もナーバスだ。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングや格好のステージなら8200の立候補はゴノッチ。理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ゴノッチのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。両親には言うんじゃないぞ。クソッとね。何が難しいって、テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが俺は辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく、闇雲に攻めるだけが脳じゃねえってことだろうが、どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくもねえが、そうじゃない。俺にはわかる。結構よくやってるから。レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利なものだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるわ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、ひょっと。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子が先行でこれほどいい走りができるのか全く予想外だ。対戦相手のドライバー特別な感情を抱いていることが今日集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほどドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。
誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと生きるぜ。まさかそこまで。ダーリン、フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるんだ。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい、後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いとやばい、ウキウキするのはなぜ。楽しいよ、終わりたくない。どこまでこのまま走り続けたい気分。それか、分かったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ、バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになってる。どうしちゃったの？私もうゴールは近い。このまま行けば2本目に入れる。死に来いダーリン、もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン、軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向の制動もできない。全くの無防備になる。待って、置いていかないで。終わりたくない、もっと続けたい。気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んでる。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ、バレたくないの。あだよ、俺は先に行くぜ。ダーリン、行かないで。ダーリン、you
8200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、5000系は？おい、京子は？ 515R はどうしたんだ？それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。